これ女の子につけてほしい。女の子絶対全員これ使ってください。本当に男にモテます。こんにちは、てるです。本日は11月の購入品紹介していきます。毎月も大好評のね、購入品紹介していくんですけど、今月はね、結構質問の多かったアイテム、僕がリアルに使ってる日焼け止めだとかヘアオイルとかね、ファッション以外のアイテムも全部ね含めて紹介していけたらなと思います。ぜひよかったら最後までご覧ください。はい、ということでまず一つ目はこちらのね、ラッセルのクルーネックのスウェットになります。ダメージゾーンっていう下北沢のね、古着屋兼セレクトショップみたいなインポートのブランドとかあったりとか、これもそうなんですけど、デッドストックでゲットしたアイテムなんですけど、デッドストックのアイテムもあったり、新品のものから古着のものまであったりして、価格もこれとかだとほんと1万円ぐらいなので、1万円前後のものとか、少し高めのね革靴があったりとかアウターがあったりとか、ほんと幅が広いお店なので、僕もね唯一下北沢で通うお店になっています。ネットでねショッピングする方多いと思うんですけど、僕結構その店舗派で、色味とか実際目で見たいですし、触って生地感も確かめたいし、着てみた絶妙なサイズ感があるじゃないですか、自分の中の。ぜひね皆さんも実際ね着て触ってみて、店舗でのお買い物もねしてみてください。すごく楽しいのでおすすめです。色味がすごい好きで、リブが結構ね強めにキュッと折られてるので、内側に折り込んで短丈にして、切れ目のスラックスとかと合わせたスタイリングを組みたいなと思って購入しました。もしよかったら皆さんも、ね、下北沢のねダメージの行ってみてください。はい、ということで2つ目はこちらのユニクロのセットになります。ユニクロの動画でも詳しく解説してるので、そちらを見てほしいんですけど、店舗行った時にちょうど見つけてね、試着したらもうビタビタにサイズ感が良くて、181センチの僕が L サイズですごいサイズが良かったので、カラー展開もすごくあって、サイズもねすごくあるので、いろんな体型の方に合うサイズがあるかなと思います。ユニクロもねたまに行くと本当にいい商品置いてあったりするので、これも価格1900円とかだったんですよ。最近あまりユニクロ行かないなって方もぜひよかったら行ってみてください。はい、ということで3つ目の購入品はこちらです。ピアーズとテクネの別注のエアポッツケースですね。紐とエアポッツケースとカードケースとかバラで売ってるんですけど、全部僕はこの紐とエアポッツケースだけ購入しました。僕本当にもう赤が大好きですね。秋冬ってコーデが結構暗いじゃないですか。フォームも暗いし、アイテム自身も重いものが多いので、こういったねアイテムが1個あると一気にこう明るくなるというか、パッと目線がここに集中したりとか、重すぎないコーデになるので、秋冬にね使いたいなと思って購入しました。しかもこれ1年中使えるんですよ。夏とかシンプルなコーデで持っていただいてもいいですし、冬とかねダウンの上からこう首にかけていただいてもいいですし、多分これとかでもブルーのニットなんですけど、首からぶら下がってアクセサリーとしても使えまして、 AirPods もここからパカッと取り出せていいのかなと思います。で、価格がねちょっと高いんですけど、2つとも合わせると37,400円、アウターにして37,000円安いなっていう、多分服好きの方はその感覚だと思うんですよ。でもこういった小物になると37,000円ちょっと高いなって思う方いると思うんですけど、こっちの方がね汎用性は高いんですよ。1年中使えたりとか、いろんなコーデに合わせられるってことを考えると、コスパでと言ったらこっちの方が高いので、僕はね購入して良かったんだと思ってます。なのでもしねいい革でちょっと上品な差し色になるようなアイテムとか、持っていて気分が上がるような小物を探してるよって方は、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、続いて4つ目はこちらになります。ラロッシュポゼの日焼け止めですね。これ僕1個目ですごい良くて紹介しようと思ったんですけど、もしなんかこれで肌荒れたりとか使用感微妙だなって思ってきちゃったら皆さんに良くないなと思って、2個目購入したので、このタイミングで紹介させていただきます。で、これ本当僕が毎日使ってる一群の日焼け止めになります。僕姿勢肌なんで、いろんなもの顔に塗りすぎるとベタベタするし、夕方ぐらいだと浮いてきちゃうんですよ。なんでできるだけ塗るのを少なくしたいっていうので、ベタつかなかったりとか、顔も自然に明るくなって、化粧してる感も全然ないので、自然にワントーン上げたいよ、しかも日焼けしたくないし紫外線も防ぎたいって方はぜひ。価格もね3900円ぐらいかな、ちょっと高いんですけど2ヶ月ぐらい持つんですよ。1日5、60円で肌荒れも減って、その日の顔も調子良くなって、出かけるなら楽しくなってって考えると、だいぶ安いと思うんですよ。日焼け止め探してるよって方はね、おすすめです。はい、ということで5つ目ダビネスの、ね、ヘアオイルです。2個目です。2個目やっとトト買いました。1年ぐらい持ちましたね。結局よく質問いただいてて、なんでそんな綺麗なツヤ感出るんですかって、マジでこれのおかげです。これを2滴3滴手につけて伸ばしてバーっとつけるだけですね。すごいいい香りもしますし、ナチュラルなヘアセットする方、シンプルなマッシュする方とかで、ちょっと毛量があったり重くて少し軽くてサラッと仕上げたいっていう方はね、ぜひよかったら使ってみてください。これを使ったスタイリング、インスタのリールに上げてたりするので、よかったらそちらもね見ていただけると嬉しいです。これ女子にもいいですね。わ、これ女子だ。これ女の子につけてほしい。髪サラサラの子好きなんですよ。女の子絶対全員これ使ってください。本当に男にモテます。ナチュラルスタイルする時は絶対これ。はい、続いて6つ目はこちらのリップになります。もう3本持ってます。あるある、ミンティアとリップ買いすぎちゃう問題。どっかのポッケに入れちゃってもどっか行っちゃうんですけど、机の上にあった時3つあるんで、多分ズボンを探せば多分あと5個ぐらい出てくると思うんですけど、このリップ超いい。チェリーレッドっていうカラーなんですけど、2
ベアの。これコンビニで買えて、価格も300円とか400円かな。保湿力はね、正直言うとね、そこまでないです。でも、発色がいいんですよ。自然に顔色が良くなって、リップ塗ってる感もない。僕、もともとちょっと唇の血色悪くて、体調悪そうに見られたりとか、顔がパッとしないんですけど、これはね、ちょっとね、こう塗ると、ピンクすぎないし、ツヤもそんな出ないので、ちょっとメンズメイクしてるけど、唇の色だけ紫とかって浮いちゃうので、いくらイケメンでもやっぱ口カサカサしてたら、キスしたくなくなるじゃないですか、さすがに。こういったリップすると自然に明るくもなりますし、カサつけもなくなるんで、一石二鳥。でも、なくしがちなので、それだけちょっと要注意ですね。はい。はい、ということで7つ目がこちらになります。ビナインのフォレストティールジャケットになります。めちゃくちゃかっこいい学生服っぽいような感じを上品に落とし込んだドレッシーなアウターになっていて、改めて俺綺麗め好きなんだなって思わせてくれたようなアウターになっています。綺麗めにまとめたかったので、レザーのね細めのバッグを持ったりとか、スラックスに合わせて足元とスニーカーで外してあげるっていうスタイリングを組んだんですけど、ミドル丈の綺麗めのジャケットってなかなかないので、ポケットも大きめでついてて、カジュアルっぽさも残しながら普段使いもしやすい王道の綺麗めの、カラーもねネイビーなんですけど、チャレンジしやすいカラーになっています。インナーにニットとかスウェットとか入れていただいて、その下にヒートテックとか着ていただければ全然問題なく着ていただけるあったかさになってるので、もしよかったらチェックしてみてください。はい、ということで8個目の購入品はこちらになります。でん、ということでユパールのサングラスになります。久しぶりに顔にハマるなってなった。ダメージゾーンでね購入しました。アイウェアとか特にオンラインと分かんないんですよ。パッと見オンラインってかっこいいなと思っても、つけるとあれ意外と似合ってないとか、顔の形に合ってないなってなったりするので、アイウェアも絶対かけてみて購入していただくのがおすすめです。ブラックの縁のが多かったんですけど、初のこの別光にチャレンジしてみました。はい、ということでかけてみました。前髪ね下ろしてるのでイメージしにくいかなと思うんですけど、シースルーとか前髪上げてるスタイルが似合うので、これをかけるときに上げてみてください。でこのねギュパールのここですね、テンプルっていう部分なんですけど、テンプルが結構太めになってるのが僕個人的に好きで、あとフレームもやや太めというか、太すぎず細すぎないようなフレームになってるので、そこもねお気に入りのポイントです。結構僕自身オールブラックコーデ好きだったりとか、シンプルなスタイリング好きなので、そういった時にねこういった小物があると垢抜けた印象になるので、シンプルコーデ好きな方はこういった小物もねうまく取り入れてみてください。はい、ということでラストがねこちら、新谷小塚のスウェットパンツになります。新谷小塚のパルコのねこれ別注のスウェットパンツなんですよ。このブラックタックの入り方がすごいかっこよくて、普通タックってこの辺から入ってるんですけど、結構下の方からタックが入ってるんですね。で紐も結構長めなので、他のブランドにないようなデザイン性、高身長あるあるだと思うんですけど、レングスが足りないのが多いと思うんですよ。でもね新谷小塚ってオーバーサイズなのが多いので、こういったスウェットパンツもね M サイズ十分なので、高身長な方にもおすすめなブランドさんになっております。スタイリングとしてはシンスのね黒ダウンにブルーシャツインナーで合わせて、スウェットパンツで合わせたスタイリングがバランス感がすごい良くて、他のブランドでも本当ここまでバギーなスウェットパンツってなかったりするので、ここまで割り切ってカジュアルだと他のアイテムとね合わせやすかったりするので、このぐらいね太めなスウェットパンツをチェックしていただきたいです。実はあのシンスでもね今スウェットパンツを一から生地を作っています。結構いいのがサンプルでもセカンド上がってきてるので、ぜひ皆さんお楽しみにしてください。はい、ということで11月の購入品を紹介いたしました。今月はね美容のアイテムとかファッションに関係ないものも紹介したんですけど、今回ね好評だったらまたねファッションに関係ないもの、僕がリアルで使ってるものを紹介していこうと思うので、コメントもしていただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もご覧ください。バイバーイ。$40 to show money, that's what they stole from me. Blow it all bone and guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold.